僕と契約して魔法少女になってほしいんだ。僕は君たちの願い事を何でも一つ叶えてあげる。何だって構わない。どんな奇跡だって起こしてあげられるよ。でもそれと引き換えに出来上がるのがソウルジェム。この石を手にした者は魔女と戦う使命を課されるんだ。悪いけど、簡単に逃がしてあげないわよ。さあ、受け取りなさい。うん、これでこっちは片付いたわね。マミさん、私も倒したよ。ありがとう、カナミさん。これで作戦通りね。アケミさんは大丈夫？はい、なんとか。しがみついてるだけなら。魔女から目を離しちゃダメよ。動けないアケミさんを狙ってくるはずだわ。気をつけて、ホムラちゃん。魔女が動き出したよ。来た。やっぱりアケミさんを狙ってきたわね。自分の守りを裂いてくるなんて最後の抵抗ってところかしら。カナメさん、まとめて片付けるわよ。はい。魔女の周りが手薄になったわ。さあ二人とも一気に仕掛けるわよ。アケミさん、スタンバイよろしく。最後はホムラちゃんが頼りだよ。頑張ってね。あとはトモエさんとカナメさんが橋を架けてくれたら、私が。さっきの女の子、何だったんだろう。気のせいかな。やったー！すごい！すごいよ、ホムラちゃん！お見事ね。え？うん、やった！そうだよね。気のせいだよね。あ、ここって、あれ？トモエさんとカナメさんは？この子、さっきの、来て。え？運命を変えたいなら、神浜
浜市に来て。運命？神浜？何言ってるの？この町で。この町？魔法少女は救われるから。救われるって、あなた、何を知ってるの？待って！神浜って、そこに行けば変わるの？魔法少女の、カナメさんの運命が。ホムラちゃん？あれ？カナメさん？よかった。ずっと黙ってるんだもん。びっくりしちゃったよ。あ、ごめんなさい。気が抜けちゃったのかな。今日は大役だったもの。緊張の糸が切れたのかしらね。あ、そうだ、二人とも。この後って空いてるかしら。あ、はい、私は。私も大丈夫です。それじゃあ、うちでお茶して帰らない？新作のケーキもあるわよ。え、やった！マミさんの新作ケーキ！楽しみだね、ホムラちゃん。うん、そうだね、カナメさん。こんなこと、初めて。今回の作戦だって、これまでと同じだったのに。あんな女の子が出てくるなんて、結局、あの子は何だったの？運命を変えたいなら、神浜市に来て。この町で、魔法少女は救われるから。神浜市で、魔法少女の運命が変わる。一体。